この本はね、エキスパートメール、ステップメール、5000円から1万円やるとこれ来ますわ、この本は。これいいですよ。で、これは俺の目はね、これ本があるから分かりやすい。それとね、皆さん文字ね、打つのね、わし分からなかったんですわ、インターネット経歴20年。そしたらね、テキストのところをね、ダブルクリックするんですわ。そしたら、あとかいとか出てきますわ。それで、これは分かったんやけどね、もうちょっと少しずつ進化してる。俺も、3日ぐらい分からなかったんですわ。俺今日ちょっと、YouTube 見て、質問してね、問い合わせ。ほんで、ややこしいんですわ。電話しようと思ったらね、コロナウイルスで電話が対応できないとか言ってね。だからよく考えたら、そういうサポートが、お姉ちゃん方が、一緒にしてんのよね。だからね、ちょっとね、難しい。今ね、進んでるのはワードプレス。それ1個なくなってね。自慢のがなくなって。それでシリウス買って、転送がそれがわからない。で、ホームページビルダーも転送がちょっとわからない。ほんで、こっちもね、生活保護が金が尽きるからね、呼ぼうと思ったけど、このエキスパートメールにね、ここなんですよ。だからややこしいでしょ。エキスパートメールに、そうするとね、エキスパートメール言うたらね、エキスパートメール、いや、エキサイトメールか、エキサイト、なんとかいろいろなんですわ。ほんで、変な会社に電話してね、人材派遣業でした。どうしたらね、これも1万人もいるからね。で、やり方は分かったけどね、どれから進めるか。だから難しいんですよ、生活保護で。今月保護で6000円入るでしょ。で、9000ぐらい、いつもね、年金の方切りください、おじさん。皆さん知っとると思うけどね。だいたいね、生活保護で8万6000円ぐらいあったんだ、最初。今ね、先月ね、7万3000円やったかな。ほいでね、8万円じーっとその頃は8万だったよね。ほいで、多い時8万6000円。ね。そしたらね、今度ね、8万になったね、7万3000円だったんですよ。それで、常にね、5000円返して、ほいで、もろもろで、ほいで、企業年金がいたから、シリウス買って2万5000円。そしたら今度、エキスパに、このサイポに来てたらね、2万なんぼ、2万5000コース、1万1000コースなんですわ。で、間違って2万5000コースやったけど、ちょっと払えると思ったけど、払えんからね、1万1000コースします。俺、これダメやったらダメでね、だからね、失敗は成功のもと。で、これ偶然ね、これあってね、中に入っとったんですよ、本の中に。だから、どれか当たりますわ。ほんで、バイマ、テンマ、タオバとかね、メルカリ。ほんでね、誰かがね、なんとか、多数あるんですよ。動画編集とかね。金儲けあるんだけど、電子書籍とか。どれか絞りなさいって、それは無理ですわ。だからね、例えばね、今ね、このエキスパが払えんかったら、ホームページビルダー行くでしょ。だから対策は何本でもあるんですわ。だからホームページビルダー点数悪かったら、シリウス行って。それでね、先生にね、喋るけどね、パソコン救急隊とかあるでしょ。それでね、面白いんですわ。こんなバカな女だね。俺が転送できないからホームページビルダーのね、オタクうちは来てくれませんか言ったの。ほんとわしはキャリア23年って言ったら、オタク転送できませんかって言って、わしは転送で、もう意味がかったけど、転送できないから話やる中でね、転送できないからオタク呼ぶんやないかって言って、いろいろ聞いとったら、オタク何年あんの言って30年って。で、バカで言ったら、ね、転送わからんから呼んで1万円とか言うて、バカじゃんね。まあそういうもんでした。だから、まあそのうち億万長者になるでしょ。ほいでね、これはちょっとね、パソコンわからないね。23年がこんだけ悩んだからね、キャリアこの本があってね。ほいでわからないもんわからない。ハーバード大学で心理学言うて、言葉 APQ とか下手こと言うとわかるでしょ。それと一緒。教えてもらえばわかるんですよ。Facebook も全部先生つけたんでしょ。だからあれですよ。40億おことさんやるったらいらないんです。あれ、先生つけたんですよ、Facebook。昔にした100万以上の25年前。そこで話しないでしょ。切りますよ、以上。